はい。今回は共産党と強いつながりがある2等夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。えコラボ周辺のお仲間さんえ、自分たちの貧困ビジネスの利権を守るために必死に周りの団体を潰そうと圧力をかけていたことが分かりましたので紹介していきたいと思います。 えー、本当にですね困っている女性を助けたいというですね名目であれば同じように女性を支援する団体が増えた方がですねいいじゃないですかその方が本当に困っている女性のためになるはずじゃないですか。 そういうですね、似たような団体が出た時にですね、お仲間以外をどんどん蹴り落としていくというですね。<laughs> やっぱりですね、お金目当てだったっていうことがですね、これで分かりましたと。えー、コラボがそうだと言ってるわけではないですよ。コラボのお仲間の、えー、代表の方にですね、こういうことをやられたっていうふうなことを今回、えー、リークされていますので、 えー、コラボではないですという話ですね。えー、まずですね、今回暴露してくださっているのが、こちらですね、前回の動画でも紹介しました、えー、こちらの小杉さんという方ですね、小杉沙織さんという方でして、もう一度ちょっと紹介しますと、えっと、NPO 法人若者メンタルサポート協会の理事長をやられていらっしゃる方ですと、で、まあ実際に困っている若者の支援をされていらっしゃる方ですね。 えこちらの小杉さんですね前回の動画でも紹介したこちらのツイートでえちょっとあれっていう,ふうにですね思ったことがあったんですけども、えっと、最初の部分、ですねまさに私が外録で話している娘と出会った貧困ビジネス施設と全く同じというのでですね娘と貧困ビジネスの施設であったってどういうことだっていう,ふうにですねちょっとあれと思ったんですけども、まあ、人によってはこれ。 ま、子っていうのでですね、え、ま、そこにいた、ま、他人の若い女性のことを言ってるんじゃないかっていうようなですね、え、認識をされていらっしゃった方もいらっしゃると思うんですけども、こちらのですね、小杉さんですね、困っている女性から生活保護のお金を巻き上げて、え、お金稼ぎをしているようなですね、怪しい施設から一人の女性を助けていまして、実際にですね、養子に迎えられたということなんですよね。ま、そういうことで、え、自分の実際の娘っていうのは、その施設で出会ったので、こういった 施設で出会っているので、えーまあ、娘と貧困ビジネスの施設で出会ったんですよという話をここでされているということですね、まあ、そのくらいですね、まあ、お金っていうよりかは本当に困っている人にですね一人一人向き合って、えーまあ、助けたいという思いで活動されていらっしゃるというような方というようなお話ですね。こちらいいいいねしておきたいと思います で、実際にですね、本当に困っている人を助けたいという思いでやっている小杉さんの活動なんですけども、コラボのお仲間がですね、貧困ビジネスの利権を奪われるというふうに焦ったんでしょうね。この小杉さん叩きをしていて <laughs>、している過去がありまして、それをですね、見事に暴露されていますので、こちらのツイートをですね、紹介したいと思います。コラボのお仲間団体の代表に、 この数年、私がテレビに出たり、目立つとあることないことを言いふらされたり、私が入賞した財団に反社と繋がっていると解文書を出されたりと、本当にいろいろされてきた。 何より憤りを感じたのは、若者からテレビでやらせを強要された、テレビで勝手に写真を使われた、などえ、数々の被害相談が続いたことっていうふうにですねえ、このようにツイートされていらっしゃるんですけども、まあ、どこの団体の代表の方かはわかりませんけどもえ、貧困ビジネスのですね、利権を守るために必死なわけですよね。 女性を守りたいじゃないんですよ。利権を守りたいなんですよね。えー、これだとですね、若者を悪用して金稼ぎをしているようにしか見えないですけどね。はい、こちら、いいねとリツイートしておきたいと思います。 まあ、なかなかですね、今回のような声っていうのをですね、聞く機会あり、ありませんでしたけども、まあ、こういったですね、妨害行為を訴えてもですね、圧力で消されてしまっていたそうです。どん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 圧力をかけると。出てきたら圧力をかけると。で、こうやってですね、圧力かけたことをですね、えー、暴露するとですね、またそこで圧力をかけられるというですね、とんでもない奴らですね。えー、もう何年もその NPO のイストリゲームの妨害について、 訴え続けてきてもその代表の政治的な権力で我慢せざるを得なかったこの数年どこの政治団体でしょうか、えー、ようやく声を上げられるようになりこうして声を受け止めてくれる人がたくさん現れ潰されるリスクを感じつつも発信している、えー、助成金とメディアの椅子取りゲームに夢中なっていうのでまあちょっとここまでで一回ちょっとここで切りますと 今回ですね、コラボが会見まで開いてですね、ひまそらあかねさんを訴えたことがですね、コラボのお仲間の実情をですね、明らかにするきっかけにもなりましたよね。まあ、相手を潰すつもりがですね、えー、見事にですね、仲間を潰すきっかけになりましたと。まあ、これだけですね、もう騒ぎにならなければですね、こんな小杉さんの声もですね、広まらなかったでしょうからね。 ま、コラボさん、それからですね、最強弁護団の皆様、いい仕方しましたね、本当に。さすが、共産党と強いつながりがある、2党夢野さんはやっぱり素晴らしいというとこですね。はい、こういった椅子取りゲームも行われているというとこですね。え、椅子取りゲームで椅子を取ってくる奴は妨害をしてでもですね、踏み潰してやるというようなところですね。はい、こちらもいいねとリツイートしておきたいと思います。で、続きのちょっとツイート紹介していきますね。 NPO のスクールカーストの上にいる一部の団体の利権獲得争いに勝手に巻き込まれることのバカバカしさとそこに群がる政治家の腐った仕組みにもヘキーキしてきたからこそ声を上げてることを何よりも伝えたい居場所のない若者たちを救うのに毎年何億円も必要ないし その活動に本来利権も政治力も必要ないのだからっていうのでですね。まあおっしゃる通りですよね。実際に僕らの生活そんな1億円も何千万も必要かって言われたら僕らの普通の生活をしている一般の人ですらですね、何億とか数千万も使わないよっていう話ですからね。まあ実際にですね、えー、コラボについてもですね、高級レストランの支払いまで経費にしていたりですとか、本来ですね、もっと安いお金でたくさんの女性が支援できたはずなんですけども、もうそういうことをやっていない人たちです。 からね、まあ、やっていないのに金くれ、金くれとかですね、えー、生活保護のお金はま団体側、えー、私たちに管理させろとかですね、まあ、こんなことばっかり言ってるわけですよね。 まあ、ちなみにですね、このスクールカースの上にいる一部の団体ってどこなんでしょうかねえー、周りに潰されずに利権、それからお金をですね、獲得できている団体ということですよね。えー、お金を獲得できている団体、どこがありましたっけなんか、毎回何千万も、えー、1億円とかですね、補助金、えー、委託費がですね、えー、支払われている事業に選ばれている団体がですね、いくつかありましたよね。<laughs> 見事に潰されてない団体がありますよね。えー、しかも、毎回同じ名前の団体が あ,ありましたよね、えー、貧困ビジネスを守るためにも必死なわけですよね、えー。こうやって上にいるカースト、スクールカースト、NPO のですね、スクールカーストの上にいる団体、こういうことをやってるんじゃないかっていうのをですね、えー、小杉さんが暴露していますというところですね、はい。どこの団体かは分かりませんけども、よく聞く団体がある気がしますというところですね、はい。こちらもいいねとリツイートしておきたいと思います。 でではですね今回の小杉さんの暴露についてですねネット上の声も見ていきたいと思いますまずですねこちらのコメントです正しい活動をされている皆様がより良い,い活動ができる環境を再構築すべきですね真っ当な NPO 団体が守られる制度を整えよう まずは、今話題の日本共産党系団体をしっかり調べて、詐欺 NPO をなくそうっていうのでですね <laughs>。まあそうですよね。こうやって正しい活動をしてるとですね、お金目当てで活動している人たちにですね、潰されるわけですもんね。女性、若者を助けたいっていうのはいいんですけども、その前にですね、まず、そういう助ける、本当に助けることを目的でやってる団体をですね、守れる環境を作らないと、今の状況だとですね、いくら税金あっても足りないですからね。 だからこそですね、もうまずはちょっと、団体をどうにかするっていうところからやり直した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。なんか焦って自分たちにお金が回るようななんか法律を今作ろうとしてますけども。いやー、まずは、ここから始めるべきなんじゃないかなと。この、正しい活動をされている団体が、えー、きちんと活動ができる環境をですね、作ることがまず先なんじゃないかなというふうに思いましたかね。はい、こちらいいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 居場所のない若者を救うことを利権化していった方々にそろそろ罪を数えさせたいですね。福祉は金食い虫の印象を作って正常に機能できないようにしてみたり、 そのために、抗金を過剰に要求したりという構造をやめればもう少しまともに動くものも、団体も多いのにっていうのでですね。まあ今までですね、福祉、それからまあ女性を助ける、若者を助けるって言ってですね、もう金ばっかかかって仕方ない、そんなこと必要ないだろうとかですね、NPO なんてですね、まともな団体ないじゃないかっていうようなですね、意見を持たれている、イメージを持たれている方々ですね、たくさんいらっしゃったかと思うんですけども、そういったイメージを作っていた人がですね、まさにここにいましたよっていうところですよね。 まあ、今まで悪いこと、えー、変なことしてきたわけなので、えー、そろそろですね罪を償っていただいた方がいいんじゃないかなというようなお話ですねはい、えーまあ、この人たちがきちんと本当に、えー、女性を支援するためだけにですね本当にきちんとお金使っていればですねもっと多くの女性、若者をですね助けることができたわけですしね続いてはですねこちらのコメントです。 明けましておめでとうございます。活動報告ありがとうございます。本当にバカバカしい状況ですね。家庭崩壊が進んでいる昨今、居場所がない若者たちを救うのに NPO に任せっぱなしにしている国もどうかと思いますが、そこは利権とか色々あるのでしょう。 困っている人を食い物にするのは許せませんっていうのでですね。ま、国がですね、同じような組織、団体をですね、もし作ってしまうとですね、今まで金食い虫だった人たちがですね、移籍をしてくる、もしくは、その団体、国が作った団体、潰されるか、どちらかですからね。今の状況、今、そのまま国がやってしまうと、乗っ取られるか潰されるか、どっちかしかないですからね。うん、なかなか難しいですよね。はい、こちら、いいねしておきたいと思います。 えー、最後にですね、えっと、こちらの小杉さんですね、街、ま、録、あ、チャンネルというですね、YouTube チャンネルですね、個人にインタビューをしてどんな、えー、生き方をしてきたのかですとか、そういったインタビューをしているような番組があるんですけども、小杉さんがですね、そちらの番組に過去に出演されていまして、えー、小杉さんの活動ですとか、まあ、小杉さんの過去のお話ですとか、えー、そういったことをですね、ご紹介してくださっているので、えー、興味ある方はですね、この動画を、えー、ご覧になった後ですね、ご覧いただいてみてはいかがでしょうか。えー、覗いてくださる方が増えたので、自己紹介として、 外録チャンネルを貼っておきます、えー、NPO してますが学歴も居場所もなくさまよってた若者でしたその経験を生かし思いだけは誰にも負けないつもりで活動していますが NPO 代表としては伊丹寺らしいですここでも NPO のイストリゲームのこと話してますっていうのでですねまあそういったお話ちょっと聞きたい方ですねこちらの YouTube の動画ご覧いただいてみてはいかがでしょうかこちらもですねいいねとリツイートしておきますので僕の Twitter の方からですね飛べるようにしておきます 皆さんですね、今回コラボのお仲間の某団体の某代表がですね、まともにきちんと若者を支援している団体をですね、潰しにかかっていまして自分たちのですね、貧困ビジネスを守るに必死すぎるというですね、現状が暴露されてしまいましたけども皆さん、ですね、このような女性、それからですね、若者っていうですね、困っている人たちを餌にしてですね、金稼ぎばかりしているこのような団体についてですね、皆さん、どのようなご意見をお持ちでしょうか。 皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。 あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、ぜひですね、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。それからですね、皆さん明けましておめでとうございます。2023年もですね、えー、よろしくお願いしますというところでですね、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。